はい、おはようございます。おはようございます。ちょっと自己紹介お願いします。一人ずつ。松原翔、19歳、独身です。独身ですか。はい、あなたは。はい、長谷川颯太です。独身です。あ、独身ですか。二十歳です。で、いよいよ最終戦、はい、宮崎日向なんですけど、はい、え、松原翔くんはトップシードですもんね。いや、多分ですね。いやー、だけど今回なかなか JP かましとんじゃないですか。あ、ちょっと頑張れてますね。え、はい、で、最終戦はもちろんかますんだよね。もちろん、はい、一ちこけしないように。うわ、そういうかまし方、はい、え、あなたは。初戦だけ良くて、2、3、4と終わりました。なんなら4出てないっす。あ、なんなら。なんなら。で、最終戦はどう？いつも通り本気出す。まあ、最終戦は、まあ、最初と締めで、ああ、そういうこと、ね、うまく閉じれればいいかなって感じ。で、しかも今回はさ、体重までさ、絞ってきたんでしょ？はい。多分、1戦目の時から、13、4キロぐらい落ちましたね。それはやる気でやったのか、モテたいがためか、どちらですか？モテたいためっす。言っちゃった。怒られちゃう。それ怒られて、そうっす、そうっす。いや、本気なんですよね。はい。そのサーフィンに対しての体の向き合い方はちょっとは変わったかなって感じです。え、トレーニングなんかも2人してるんですか？あ、ちょこっと。最近頑張ってます。え、コーチングとかもやってんでしょ？コーチングは伊月さんのコーチング受けてます。ああ、やっぱりもうコーチングは今必要ですか？もちろん。必要だと思いますね。え、どうですか？そういうトレーニングなんかスポンサーついてるんでしょ？いや、ついてないですよ。あれ、そうだったっけ？はい、整骨院がついてる。あ、だけで。あ、トレーナーなんだ、じゃあ、体の。まあ、体のメンテナンスはできると思うんですけど。え、でも明日どうですか？ヒューガーはいつから出発ですか？明日の朝から翔くんと一緒に旅立ちます。っていうことは2人のメンツ？はい。じゃあ、あれじゃないですか、新島思い出しますね。そうですね。とか、静岡もそうだったし。新島2人で、普段、マジっていうぐらい新島は誰もいない海から入って練習していい成績上げたからあれちょっと僕ビビったんですけど、あれパフォーマンスなのか本気なのかどっちですか？あれは、半分パフォーマンス言っちゃう。そうっす。で、残りの半分は俺のボードキャリーが上手かったってこと。ああ、そういうこと。うっ、だってさ、割れてなくて誰も入ってんの、一人で海行ってちょうど割り出したんだよな。そうすげえなと。俺ちょっとこれはさ、このやる気は成績出るわと思ったらファイナルデーですごいとこまで行っちゃったんだけど、あれはちょっと焦ったけど、ああいう感じで今回も攻めます。今回はちょっと本気なんで、朝っぱらから3時から。3時？それ言い過ぎでしょ。暗くて入れんよな。それ付き合わされていく。いや、俺は6時まで出ますねで、夜はどうするんですか？今回はまた2人でいろいろ食い物や旅するんですか？いや、まあ新島は本当に過酷な食事だったんで、まあ、宮崎は多分ご飯屋さんもあると思うんで、まあいいご飯食べながら試合に臨もうかなって感じです。今回はさ、ちゃんと、まあ颯太選手はね、このメンツで多分成績出てないけど、翔はこのメンツ相性いいからさ。そうなんですよ。そうなんですよ。意外にリラックスするんじゃない？意外と親ととかと行くよりなるほど。言っちゃった。意外と言っちゃった。言っちゃったよ。いいの？アウトっすね。今カットっすね、多分。カット？カット俺しないけどね。じゃあ、でも今回はちょっと相性がいいっていうことで、はい、期待させてもらいます。ありがとうございます。おっす。おっす。